よね、オーディション。どう？ツンツンツルンツルルンツン。今日は午前中からお仕事があって、朝から早起きして帰ってきました。まあお仕事っていうか、リボンありがとうございます。ツインテール習慣だっけ、ツインテールしなきゃ。愛媛でラジオやるやって、やりたいですよ、それはもちろん、やれるなら。こんにちは、さっきフライドポテトを買って帰った。一瞬で冷めたんだけど、出来たて、揚げたてなのにもう冷たい。どういうこと？しかもなんか髪がへにょへにょ、ちぎれる。冷めた。さっき買ったんですよ、でも5時ぐらいに。あ、でも美味しい。コンビニじゃない、なんかたこ焼き屋さん。ちょっと冷たい。めっちゃ可愛いですね。オーディション受けてますか？44番シシちゃんです。シシ丸です。あー冷たい。ショック、揚げたてなのに、揚げてもらったのに、部屋に帰ったら一瞬で冷めました。ショック。でもまだいける、まだまだ許容範囲。ニャモンさんが、シジマルは森田ひかるさんじゃなかった？お、鋭い。そうです、誰も気づいてくれないかと思った。そうなんですよ、森田ひかるさんがシジマルちゃんなんです。今日は雨が降ったりしてね、もうボサボサです。100均でかしゃかった。流行りに乗ってみるか。うん、雨降ってた。前髪もスカスカ。冷めた。ポーってた。もう冷めて。見て、この袋がちぎれてるんです。この袋見て。わかる？この袋。ポテトの袋がもうティッシュ。ポテトの紙袋がティッシュです、もうこれ。これ見て、紙がティッシュになりました。ティッシュ。お疲れ様です。こんばんは。油が染み込んで髪が、皆さんビスはゲットしていただけましたか？なんか情報によると広島の本屋さんは明日みたいな情報を。ウノムさん、かわいいギフトありがとうございます。手が汚いので本当に触れられません。喉に詰まるね、冷えたポテトって。今この辺でポテトが集合してます。チンしてない。
合格やった。嘘、合格嬉しい。ポテト配信ポテト、今ここら辺にポテトが全集合してる。冷たいポテトってさ、喉に詰まるね。集合体できてます、なんとこのポテト120円です。安い。夜ご飯そうです。まあメール送ったんで見てください、今日私が何かしてたか。あ、メール、メール次始めですので、お得です。今撮ると300円で毎日私の私生活が届きますので、まあんま大した私生活はしてないんですけども、よいしょっと。写真多いの全部写真付きですよ。写真なしのメール送ったことないかも。めっちゃ休養の七並べの連絡ぐらいしか。そう、300円で私生活見れちゃいます。さっき今日朝からさっきまで何してたかを送りましたので、私生活どうぞご覧あれ。1日10円で。555だ。1日10円、月額300円。詳しくはリンクに。使い回しなしなしね、使い回しなんかしてないですよ。ツイッターともかぶってないです、実は。ツイッターともかぶってないですし、使い回しもゼロ、全部写真付きです。それがなんと1日10円。今日私が何を食べて何をしてたかはメールを見ると分かります。そう、かぶってないよ全部。そう、リンクに貼ってあるので。そう、使い回ししてない。今日はね、アンツのサインも書いたので、チェキ取ったりしたので、アンツの方、アンツのあの上位5名様はまあ後々届くと思います。チェキを取って、いい感じのチェキだった。私も欲しい、あれいいな。鍋行きの横のチェキめっちゃレアじゃん。めっちゃレアだし、なんかそう、あんたのサインめっちゃレアだし、そう、画角もいい感じだったし、自分らが欲しいぐらいです。記念に1枚、なんかレアレア、あれはレアですよ絶対。めっちゃいいよ。余らんかった。余りはしなかったんですけど。こんばんは。余ったら欲しいぐらいの完成度の時期です。帰宅しました。お疲れ様です。帰宅しました。こんばんは。予備ない予備ない。5
5枚しか撮ってないよ。こんばんは。安部さんお疲れ、ありがとうございます。こんばんは。私はね、今大掃除にハマってるんですよ。昨日の夜中から、昨日の夜中急に大掃除のスイッチが入って、めちゃめちゃ大掃除しました。あのカラフルなウサギちゃんもさよならしましたし、カラフルなウサギちゃん抱き枕よおばあちゃんかわいい。ぜひ。大掃除ブーム来てまして、そう、ゴミ袋何袋捨てたかな、大きい45リットルのゴミ袋を、45リットルのゴミ袋を5、6袋まとめました。そう、ウサギちゃんいなくなった。わ、めっちゃ負けた。くるん。何捨てたんて。でも服1個捨てたらゴム袋結構いっぱいになるから、服とか、そう、服本当に大掃除しだしたら止まらんのですよ。音楽をかけながら夜中中大掃除しました。昨日ノリノリでキッチンをなんかハイターかけて、ハイターかけてなんか磨いたり。確かに3期の44番ちゃんもいるのか、かぶってるな。そう、福袋、キッチンも磨いたり、排水口、マジ夜中に何やってんのって感じなんですけど、排水口を磨いたり、なんかガチ掃除ガチ掃除、キッチンピッカピカです今で。なんかちょっとね、時間経ってちょっと汚れてそうなお皿とかも、お皿放置してたらさ、放置してるお皿、洗って放置してるお皿をなんかもう一回洗ったり。今のところ住んで2年半ぐらい。え、本当に昨日は大掃除をめちゃめちゃしまして、本当に部屋にペットボトル1本もないですし、それは当たり前なんですけども、ゴミ袋もたくさん安眠しました。そうね、おやつ、あ、おやつも結構ね処分した。あの食べれないやつとか、もうなんか今ミニマリストを目指して今日もやろうと思ってるの、掃除。キッチンがマジ綺麗なんですよ。磨いたもん、スポンジで。お風呂やろうかな今日は。期限切れ、あったあった。ゴミ貯める方じゃないんですけど、ゴミ貯める、うん、お弁当とかゴミはちゃんと捨てるよ。けど服とかやっぱ増えるし、着ない服とかさ、そうそう、もうなんかそういうさ、一時期流行りに乗ってさ買ったうさぎの抱き枕とかもういらないじゃん。そういうのとか捨てます。リボンありがとうございます。あ、そう、ネイルもした。これ夜中にしました。これシャネルのやつです。昨日の夜はそう急にね
モチベ上がって。ソファーがさ、あのなんか黒くなるって言ってたじゃないですか、ジーパンで座ったら。だからソファーのマットも敷いたんですよ。これ見えてないと思うんですけど、見えないと思うんですけどね、見せるのは難しいですけど、ソファーのマットなんかも敷いたりして、ここにふわふわの白い、そう、なんかジーパンで座ったらね、白いソファーが黒くなるんですよ。だからふわふわのね敷いたりして。見えないよ、そりゃ見えない、私が座ってるところだもん。ソファー白です。あれ、櫛がなくなった。深緑さん、かわいい、ありがとうございます。かわいいですね、合格祈ってます、ありがとうございます。頑張ります、頑張ります。でも私はオーディション中に配信可能時間フルで配信したんですよ、学校休んで。多分一人だけそれしたのし、多分3期生にいるんかな、それ。まあそんな暇な子いないか。配信できる時間をマックスで配信しましたからね。15時から21時って書かれてあったら15時から21時、土日は結構9時、10時ぐらいから、9時とか10時ぐらいから夜9時までだったので、フルでできる時間も全部しましたよ。その頃からでもいてくれた方はあんまりいないのかな。そう、気合が違うんで、そう、学校休んで可能時間全部やったんですよ。その頃のファンどこ行ってんだろうって。確かに推薦コメント見たら確かにわかるかも。え、でもね、確かに。その節はお疲れ様でした。あ、そう、アキアンさんとかいてくれたよね、その時から。フルでやったんですよ、もう全力で受かるぞと思って。やればやるだけさ、ポイント伸びるしと思ってフル時間やったんです。真面目かって。その時はいなかった。そっか。呼びました？呼びました？まあね、だってもう4年前だもん。4年目だもんね、今。そりゃあね。4年もさ見続けてくれる方がレアだからさね。まあそれはね、何とも言えないけどさ。巻き直したよ。ラーメン美味しそう。あれはね、横川駅っていうところに行きまして、ちょっと遠出しました。一通り回った。え、嘘。あ、脇が見える。あ、メール来てる人と来てない人がいるんだ。え、横川駅ね、あんま行かないんですけど、そう、カフェが横川駅から徒歩十何分って書かれてあって、横川駅に行きました。今日はなんで早いの。え、帰ってきて配信を回しているところです。遊んで帰ってきて回しているところです。めっちゃ栄えてたね、確かに。
ダイソーもあったし本屋もあったし携帯ショップにケーキ屋さん。なべさんとの写真、あれはねフィルターついてるやつしかないんですよ。今日ツーショット撮ってなくて。ツインテール週間だからツインテールしようかな。ツーショット撮るの忘れたんですよ。だからあのなんかフィルターみたいなのつけて。ダイソーもうすぐなくなるね、書いてた。そうやってね、15日ぐらいだっけ。そう、あれ漏れるフィルターなんですよ。漏れる加工みたいなの使ってみて、お試しでやったやつしかあのツーショットなかったんです。なんとメールで送ろうとしたらなかったんですよ。なべさんフルバンクになってますよね。こんにちは、こんにちは。ダイソーなくなるのピエン。横川駅とか行く？でも公演のために広島来る方は横川駅とか行かなくない？あそこ一時的に西区ちょい。そう、明日がツインテールの日なんですけどね。今日と明日がツインテール週間みたいなショールームに書かれてあったから乗りましょう。その帰りに乗ってみせましょう。クリスマスイベントした？え、横川駅で私何もしてないけど。ツインテール週間というものに乗りましょう。ツイン安部さん、あー落ちた。ありがとうございます。ツインテール小さいな。こんにちは、こんにちは。リボン、リボンか。そういや白いモコモコ買ったよね、ちょっと前に。どこ行ったんだろう、白いモコモコ。あれ触覚がない。待って、いつの間にか触覚が消えてる。リボンがあればいいです。リボンはない？リボンあったっけな。リボンなんか ちょっとボサボサ。触覚がなくなっちゃった。どっかで結んでる途中に巻き込んでしまった。私の触覚どこ？私の触覚ひー、触覚行方不明。こっちのゴムにしよう。細いやつじゃなくて。自分で結ぶスタイルの。
今ビス買いました。すごい、ナウナウで。うどむさん、かわいい、ありがとうございます。18時の音楽会聞こえる？こっちは何も聞こえないですよ。はてなはてな。初見です。初見じゃないです。初見詐欺です。高めがいい。まだ覚えたのって忘れようか。なんか髪の毛増えたかな。なんか多い。こんばんは。それは羨ましいですよ。でもこれ太いやつでやったらね、浮くんだよね、ここが。この距離が細い方がいいんかな。だからなんかできたし、イライラ、イラ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 。それは羨ましい。今日も一日ニート。痛くないんだよね。こんばんは。若いのっていいねって。みんなにも若い時代があるんだよ、平等に。時代も年には勝てん。勝ってこう。星集めに入ったら3級ルーブルでとどまってしまった。危ないよ、あなたは。本当に一番ね、回ってきましたよ、タイムラインに。7人目のメンバーのメール取っちゃったっていうのが回ってくるんですよね。なんかおすすめみたいな、フォローしてないのに。公式アカウント、こんばんは。どういう仕組みか分からんけど、いいねに基づくおすすめみたいなタイムラインに流れてくるんですよ。あなたのいいねに基づいて興味のありそうなツイートみたいな。ついにサラピさんにまで手を出したようで。そうそう、回ってくるんですよ、ファンの方のツイートがいろいろ。あなたの興味がありそうないいねに基づくツイートみたいな。チェックしてない、チェックしてない。タイムラインに流れてくるんですって。
本当に見せたいんですけど、だってフォローしてないじゃないですか私。なのに出てくるんです、いろいろ、いろんな。でもその私のファンの方だけじゃなくて他のファンの方のも出てくるよ、そりゃももちゃんとか、なんか太ももとかも出てくるし、こんばんは勝手に出てくるんですよ、フォローしてないのに。おすすめ STU 関連のおすすめみたいな。うどむさんかわいい、ありがとうございます。最近買った白いモフモフのゴムどこやったんだろう、あれやったら絶対かわいいのに。昨日ねソファーのマットを引くためにソファーの荷物を全部下ろしたんですよ。白いモフモフのやつどこ。あー多分私が宗行梨花とかでエゴサしてるからそういう関連のやつとか流れてくる。ないな。ゆきさんラブレターありがとうございます。まあないなら違うやつでいいか、これでいいや。チェックはしてないですよ、流れてくるんですよタイムラインに。イエイ。ちょっと今日は服がピンクだから白飛びしてなくて顔写りあんま良くないけど、ツインテール習慣ということでツインテールでーす。黒い服着たらいい感じになりそう。ツインテール、かわいい、ありがとうございます。リボさんだ、ピンクがアイドルっぽいけどね。でも顔写りがいいのはやっぱ黒とかなんですよね。でも黒い服、先取りツインテール、ツイン好きではないけどかわいい。そうだよね、ツイン好きじゃないよね。知ってる知ってるよ、ももちさんみたい。くるん、ね、ももちさんの毛先。くるん、色も、色もちょうど。3期生は誰もヒットしなかった。推し増やしたらね、自分自身が大変なだけだからね。私もショックだけどみんなも大変だし、見たらダメです。あ、みんな、まあまあ、許してにゃんの人。こんばんは。お話から大変。そう、見るからハマるんです。見たら気になるから、そう、見たら気になる。でも長いよねショールーム期間、なんか 2週間ちょいぐらいあったよね、十何日ぐらいあったよね。
こんな長かったんだって思った。2週間ぐらい、ツイン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 、ふむふむ、時間がないから、ね、いっぱい配信してやろうかな。うどむさん、かわいい、ありがとうございます。3時からやっけ平日って、わからん、5時からかな。みんながその3期生を見れないように夜の時間をまるまる配信しようかな。今日は夕方にしちゃったから、明日は多分9時ぐらいまでしかできないんだろうな。だから6時過ぎぐらいから9時。あ、チェキ会か、今日チェキ会なのか。何時何時だっけな、3期。そんなん書いてないか。イベント、イベント開催中。ツインって珍しい。そう、明日ツインテールの日なので。あ、5時10時か。6、7、8、9、10、5時間はできないな。でもひとしさん、リボンありがとうございます。かぶって配信したら星集めしてしまう。あ、逆に？確かに。逆にね。こんばんは、こんばんは。充電器さしとこう。トゥントゥン。よいしょ。そうだ、ミスを、ミスを背景に飾ろうかな。あれ？どうだったっけ？よいしょ。ちゃんと匂うっていうね、一回。よいしょっとっと。ちゃんとね、私2種類買ったんですよ。なんか2種類あったので記念に届いた。10人、この顔かわいい。じゃあ横向いて配信しようかな。こんばんは、ま、え、あ、びっくりした。私韓国の教材開けてるのかと思った、無意識に。危ない、私が絶対開けたくない韓国の教材を無意識に開けてるのかと思って一瞬焦った。そう、リチャさんとおそろ、なんか2パターンあるので一応記念に2パターン買っとこうと思って。全コンプです。ビス3月号全コンプ。危ない、私開けたくないんですよ韓国の。あの、え、生で入ってるんだけど、危な。まあそんなもんか、私って適当にちぎりよったら危ない。これ生で入ってた雑誌が。そう、2種あるの。中身一緒なんだろうけどね。ほら、そう、生で入ってた。そのまま。危なくない？いい香り。もう至福のひととき。
かおりです。中身一緒だ。私が乗ってる。めっちゃいい匂い。変人だと、あ、危ない、中身見える。変人だと思われる。雑誌の匂い好きなんですよ。自分のページ見つけるの早い。まあそんなページ数はそんな多いわけじゃないんで。あ、やっぱこっちの方がいいのよ、さすがに。イエーイ、全コンプ。なんか違うんかな。そう、そう、公式でパラパラ、そう、パラパラはいいんですけどね。匂いソムリエ、やっぱさすがに1日2日経ったらね、ちょっと落ちるよね。なんかでもあんまりしっくりこないな。ツン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 。占いないのかな。新品の本の匂い好き。雑誌、漫画とかも好きなんですけどね。ファッション誌、漫画。今までで一番いい本の香り？でも今までで一番いい本の香りは、なんだろう、でもポップティーンとかがなんかこういう素材じゃないんですよ。紙じゃなくて、なんだろう、紙なんですけど、こういう紙の素材じゃないポップティーンが一時期あったんですよ。こういう紙質じゃないポップティーンがいい匂い。あれ、匂い結構きつめの。飾ったらダメかな、これ。男性だから大丈夫。ツンツン。きつめの匂い。はい。ビス3月号です。写真集あんまり寄ったことないかも。写真集に寄るのか。こんばんは、こんばんは。あとは漫画とかいい匂いする。写真集に読むのちょっと変態じゃない？写真集か。写真集あんまに読まんな。写真集あんま買わないな。こんばんは、こんばんは。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。雑誌、なんか写真集ってだってさ、水着の女の子とかじゃん。それは匂うって思ったらさ、ちょっとってなるけど、こういうのはいいんじゃない。雑誌、タウン情報松山とかもいい匂いする。タウン情報松山を飾れって感じだよね。ここにタウン情報松山、どん
どこやったっけ。住所剥がしとこうと。私物サイン会で水を持って行っていい。え、ぜひ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 。確かにいいね。よいしょ。ツインテールじゃん。そうです、明日ツインテール週間です。お腹空いてきた。私物サイン会あるのって、スペイペがあればですけど、今は何もないですよ。スペイペの詳細まだまだだから、あるかどうか分かんないですけど、まあある可能性高いですよね。でも分かんない、ないかもしれないし。こんばんは、こんばんは。何食べるね、何食べよう。お腹すいた。私のポテト。スペイベマナですよ。お腹空いて眠たくなってきた、急に急な眠気。そうだ、初回限定版で思い出した、今日私 CD 買ったんですよ。テープ監督、これ指紋つくやつですからね、ポテト触ったら。一本ちょうだい。嫌だ、あげない。何さん、ルセラフィムさんです。ルセラフィムさん、あ、やだやだ、ポテトつきそう。これ絶対油つく素材だから。3分ちょうだい、やだよ。1本もあげないって言ってるのにやだよ。 CD につく。でもこれね、なんと優しいことにエディオンさんね、 CD カバーというものを入れてくださってるんですよ。なんとね、 CD カバーというものに入れてくださってるので、汚してもいいやつ。なかなか売ってないという噂。え、詳しい。そう、なかなか売ってないんですよ、これ。タワレコではゼロだったんですよ。だからエディオンさんに行ったの。そう、売ってないんですよ、これ。なかなかタワレコにはなくって、エディオンにあった。今ハマってる。チェモンさん、これどけとこうかな。かわいいでしょ。韓国のね、グループです。日本人の方もいらっしゃるんですけど、そう、エディオンで見つけたんですよ。嬉しい。もう発売日からタワレコで一気に売り切れたぐらい人気なんですけど、エディオンにあったんで買いました。バイバーイ。
気持ちいい。しかもピンクだから私の部屋にぴったり、インテリアにもなる。かわいい。そう、宮脇さくらさんのグループ、そうですっていう情報なだけです。待ち時間にエディオンで散々見ました。エディオン MV 流れよるっけ。推しはね、チェモンさんです。めっちゃ可愛い。でも韓国の方が喋る日本語は可愛すぎる。なんかその発音が中みたいな、めっちゃ可愛いんですよね、赤ちゃんみたいな。ふむふむ。ゆきりかもその発音に寄せるって、私が急にそんな喋り方したらやばくない。そう、ルセラフィムさんです。ルセラフィムさん、紅白とかにも出てらっしゃって、日本の今話題の。通常版欲しかったけど通常版なかった。トレカが欲しいんですよね。トレカついてくるんです。これソロのトレカが欲しいんですけど、通常版はなかったんです。これ初回限定版 B です。初回限定版 B はツーショットのトレカなんですよ。でも私はワンショットのトレカが欲しいので通常版なんですけど、なかったです。そうそう、そう、トレカ付きなの。何を求め。うどんさん、かわいい、ありがとうございます。求めてるのはチェオンさんのソロのやつです。通常版はでもエディオンにもタワレコにも売ってない。おたかつ、お疲れ様です。こんばんは。お疲れ様です。めっちゃ売れたと聞いた。詳しいね。そうそうそう、そうなんですよ。こんばんは。まあ、こういう時に田舎ならあるんだろうなって思う。愛媛、田舎なら余ってそうだなって。ヤスベイさん、ツインテールありがとうございます。ツインテールギフトありがとうございます。 Amazon 売り切れ、ほらマジでもう売り切れなんですよ。たまたま初回限定版があったんだけどもね。そうだよ。ツンツン、愛媛ならありそうだけど愛媛帰る予定ないからな。2500円、高いね。これ定価1700円。明日はニャンニャンの日ですね。明日ツインテールの日です。明日ツインテールするので今日もしてますけど、リボン買いに行こっかな。リボンでもどこに売ってるんだろう。ニャンニャンの日か。そう、ツインテール
ツインテールギフトありがとうございます。新しいにゃんにゃん、いいな、早く掃除したいな。なんか掃除ってやりだしたら楽しいですよね。なんかゴミ袋を何袋出すかが楽しくなってくるんですよ。変なんですけど、よっしゃゴミ袋1個溜まったぜみたいな。ゴミ袋が一つパンパンになるのが楽しい。ゴミ袋しかも大量に買ってるんですよ私。だからなくならない。ダイソーに行くたびにゴミ袋を買って帰ってるからたくさんあるんですよ。模様替えが楽しい。ゴミ袋詰める用のプレゼントいらない。ありますので、ゴミ袋は。え、ゴミ袋に詰める用のプレゼント、じゃあいらないプレゼントってこと。ゴミ捨てがいのあるプレゼントくれるってこと。こんばんは。あの方の部屋ね、もうでも立ち入り禁止なんよね。もう立ち入り禁止なんですよ、あの方の部屋。無地の T シャツもったいな。ゴミ袋足りてますし、そんな100円とかなのでいりません。はじめまして、こんばんは。出禁になったの。そう、出禁になったんですよ。出禁っていうか立ち入り禁止です。誰も。模様替えしたいけどな、模様替えすることないもんな。この部屋ベッドの位置をここにして、ソファーを端にずらすぐらいしかできない。ミニマロンさん、リボンありがとうございます。リボン、今日時間経つの早くない？割と気のせい？もう1時間経ってる。日によってね、立つの早い日と遅い日がある。今日はじゃあ安眠するか。ヤクルト戦のーもおっと目の前にあったからゴミを出したいので飲みます。昨日一瞬過ぎた。昨日2時間半くらいしたよね。昨日めっちゃしたよ多分。配信9時半からやってたよね多分。普通に0時までやったけどさ、2時間半してたんだよね。今日はそんなにはしませんよ。3期何人取るんだろうって。確かに80人ぐらいいるよね今ショールーム。でも2期生はさ100何十人いたよね。130ぐらい、130分の22。え、少しだけ歌うで2時間半はちょっと長い。まあいいんだけど、別に月に 2,3 回ぐらい。え、25は入りすぎじゃない？25も入ったらさ
60人とかになるじゃん。もっとか、60、70とかになるくない？そんなに？2期生24人か。そう、2期生はショールーム審査130人ぐらいいたんですよ。で、中のその24人。ね、自分も10人ぐらいだと思う。大事な CD が、ね、10人から15人ぐらいだと思う。多くて15人ぐらいだと思う。予想です。まあ10から15とか。15じゃない、15。どうしよう、これで本当に15だったら私が情報を漏らしたってなっちゃう。でも15も多いけどな。そうね、研究生合わせて16ぐらいがちょうどいいよね。ってことは12か。かわいい。明日もツインテールするから。今の研究生のようなすごい子もいそう。いや、今の研究生本当にすごいからね。レベルが高すぎて。ね。プロ。でもすごいよね。そういう子が入ってくれたらスムーズだもんね。こんばんは、こんばんは。ヤクルト線飲みながら眠くなってきた。眠くなってきた、どうしよう。眠くなってきた。それ美味しいのって、これはね、あの快適な目覚め、安眠と快適な目覚めを、あの目覚めに、いつ飲んだっけな、これなんかのお仕事の前に飲んだらすごく快適に起きれたんですよ。お買い物の日やったかな。目覚めよくなるし、安眠ができる。もう眠いもん。やばい、速攻性。CM かな。そう、これは早朝のセブンしかないからな。いつもよく寝てる？でも寝るのなかなか寝つけないんですよ。でもそんな私がすぐ寝つける。ヤクルト戦。楽しみに。そうか。どうしよう、本当に寝そう。だからこの時間が一番眠いんですよ私。いつも10時からの配信の時はこの時間の昼寝したりするんですよ。これ言ったら昼寝じゃないよって言ってくるんですけど、10時からの配信の時は基本ね、7時から10時まで寝たりするんですよ。この時間が一番眠たい。10時からの配信もあるんだよねって。3時間後めっちゃ配信するじゃん。
意外と多い。何ミリリットルこれ110。まあたくさん配信 することはいいことだけど、でも10時は終わってるじゃん、オーディション終わってるからさ、ちょっとあんま意味ない。暇な時は長めにしよう。明日休みかな、なんだろう、まだ日割り来てないや。飲み切りました。3日はね、でもめっちゃ朝早いんですよね。明日はなんだろう、3日は早朝から夜遅くまであるから、どっかで配信。ヤクルト戦でかくないって。私の顔が小さいんです。私の顔と一緒で、バリバリ遠近法を。3日豆まきできるかな、お仕事入ってるんだよね。どうしよう、豆まきできんかったらプライベートでせんというか、メンバーに向かって。あー CD 落ちるからダメだ。前巻きできなかったらメールで送るわ。多分できると思うけど。鬼のお面買ってこようと。こんばんは、こんばんは。なっちゃん家で巻こう。多分何も言われんと思う。豆落ちても気づかんだろうし。ああ豆の10個ぐらいいいよ。サラピー、サラピー怒られるよ、怒られる。何が飛んでくるか分かんない。フライパン飛んでくる。天の嘘です。何もやってないです。なっちゃんの部屋で前巻きしても気づかんかった。鬼のお面買わなきゃ。まだ買ってない。スーパーに売ってるよね普通に。鬼のお面と豆まだ買ってないから買わなきゃ。当日にはなくなるから明日には買わなきゃね。こんばんは、こんばんは。こんばんは。去年のはもう残ってない。家ってどうする、こっから。あこれですかとか言って取ってきたらないですね、さすがに。去年の豆は ないです、さすがに、ね、こっから出されてもじゃない。ないですね。どこ行ったんだろう、捨てたんかな、多分食べたんかな、覚えてない記憶に。1年って長いからね。ないです。今日はZOZOタイムが届くんですよね、19時以降。サイン会用の写真撮ってない、え撮ってない、え撮ってない、え撮ってない、どうするんだろう。確かに2月5日にサイン会をするわけではないんじゃない、撮ってないよ。2月5日にするんではないんじゃないんじゃない、どうなんだろう。何買ったんですか。服、レッスン着のズボン、その墓地届くかも。朝不在表になってたんですよ。2月5日にするんかな、わかんない。撮ってないですよ。ってことはあれかな、
生写真なんかな、普通の最近生写真撮影とかしたんですよ。そっからかな、私服じゃなくて。あ、3日のお仕事、それもしかして。なんだろうね、普通に生写真撮影とかはしたけど、そっからなのか当日なんかな、わかんないね。でもまあ服はね、いろいろ買ってるので、チェキはね、私ね8です、5ではなく、チェキはそう8なのでまだです。ツインテールかわいい、ありがとうございます。え、わかんない、サイン会は別日じゃないの？2月5日のサイン会を買ったら別にあるとかじゃなくて当日にあるの？確かに、何の写真なんだろう、わかんないや。猫は猫で猫さん、リボンありがとうございます。ツン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 、巫女さんではないんじゃない、なんだろうね、なんなんだろうね、どれだろう、どの衣装だろう。まあお楽しみに。サイン会当日？じゃあお話し会した後にショールーム回すってこと？よくわからんね。まあアーシャでも嬉しいんですけどね。ってアーシャでもいろんなパターン、アーシャ ABCD、 右角度左角度みたいな。アーシャ何なんだろうね。じゃあお話し会2時間した後にショールームを1時間するってことか。ふーん、アーシャの別カット採用になった、アーシャの候補から BC みたいな。まあ何でもね、何でもいいよね、写真何着てよう、何着てようが。眠たくなってきた、ダメだ。ダメだダメだ、ダメじゃないけど、今日は早起きしたんですよね。てか夜中で大掃除したから。一回ゴロゴロしたら私はもうダメでした、昼寝しちゃう。何時まで掃除してたの聞く？6時、2時開始の6時です。まあたまにはそういう日もあっていいよね。なんか楽しかった、でもなんか一人でみんなが寝てる時間に一人起きて黙々となんか音楽かけながら掃除してるの楽しかった。なんかこんな、なんだろう、欅坂さんの歌の歌詞みたいだけど、なんか私しか起きてないっていう、なんかあの平手さんのソロ曲みたいな、不眠症の。そう、今日はスタバ我慢したんですよ。なっちゃんにスタバ飲んだらって言われたんですけど、帰り際に、昨日飲んだから我慢した。みんな寝てるのに私は起きてるんだって思いながら、音楽を YouTube で流しながら掃除をする。え、流れた、何何どう思うのみたいな聞かれてたけど、何のことか分かんなかった。何について、キッチンピッカピカになったし、キッチン入った、太陽に入ったし、
しぶりに。みんな泣くのは自分自体嘘。静かなんですよ街が。雑音のない夜中に掃除するのどんな感じ？めっちゃはかどる。邪魔するものがないからね。誰からも連絡来ないしさ。ツイッターもないでしょ、メールもないでしょ。集中できる。携帯放置してテレビで YouTube の音楽流しながら連続で流れてくれるので。まあでもたまにしかしないよ私大掃除。数ヶ月に1回しかしないので珍しいです。あ、お話し会の衣装が誰でも見れちゃうっていうの納得いかないって。あー、着替える着替える。サイン会はさすがにコスプレではね。コスプレ私見せないって言ってるから。そうですね、コスプレはお話し会だけにしよっかな。サイン会のね写真が何なんだろう。映画見たくならなくなった？それはならなかった。もうなんかね結構見尽くしてきてて、もう見たいのがないんですよ。何流したの？セカオワ？え、セカオワじゃないね、乃木坂さんとか。乃木坂さんとかそのチェウォンさんの、チェウォンさんがねファーストラブを歌ってるんですよ。それだったり何が流れるっけな。あと今流行ってる、昔も流行ってたんですけどファーストテイクのサウダージとか そっち系とか、ファーストテイク系とか。乃木坂さんはねそう流してる、新曲とか5期生さんのカップリングとか、カラオケ配信で歌えるようになるように。耳に染み込ませてます、カラオケ配信で歌えるように。ツインよく似合ってる、ありがとうございます。今度もうちょっと髪伸びたら公園でもツインテールしようと。ネイルも可愛い、ありがとうございます。ってことでそろそろ配信終わろうかな。1時間半ぐらいですね。うどむさん可愛い、ありがとうございます。ゆきりかの僕なんかめっちゃ好きですね。またカラオケ配信今月もするので。カラオケ配信ね、カラオケ楽しいからさね、すぐまたしたくなるけど月1ぐらいって決めてるのでまだしません。スクスタイムください。はい、明日もツインテールなんで。チェキは買った順番、それは分かんないね、時によるかも。買った順の時もあるし、あゆや順の時もあるし。そう、ゾゾタウン来るよ。ずっと欲しかったジャージを買ったんですよ、あのアディダスのボタンで開くやつ。ワクワク、不在表になってたからね。モアメでもツインお願いします。わかりました。この後自撮りするので皆さん月始めモバイルメールがお得です。300円で毎日メール届きます。この自撮りも今から送るのでぜひ。1日10円です。ということでランキングを見ます。13位ルイさん、12位エレメンツさん、11位ドンちゃん、10位
アキアンさん9位、ミニマロンさん8位、ゴーウェイさん7位、理化学研究所さん6位、ゴーンさん5位、ヤスルパンさん4位、大阪さん3位、ミキヤさん2位、ヤスベイさん1位、ウドムさん、ありがとうございました。え、お風呂も掃除したいかも。どうしよう。でも机周りとかも掃除したい。お風呂掃除、お風呂磨きしたいですね。なんか今キッチンがすごく綺麗なんですよ。お風呂入った？あったかな、そんな。エプロン見てた？お、エプロン。どんな机持ってるの？ここなんですけど、カラコンとかいろいろこういうマニキュアとかたくさん放置してるので、この辺も片付けたいなと思い中です。ってことで、おやすみなさい。メール送りますので、この後メール見てください。では終わります。バイバーイ。おやーすみー。